はいどうも、お疲れ様でございます。今見ていただいている画面、どのように皆さんお感じになるでしょうか。こういうふうに漫画は始まってますね。おい、柴崎、お前パン買ってこいよ。じゃあ俺はジュース、俺は食後のプリンで、って寄ってたかってね、柴崎くんに詰め寄ってますね。で、次のコマでは柴崎くんがちょっと怯えてます。なんでだよ、なんで、なんでなんだって。ね。 皆さんどう思われますこれ。ここだけ切り取ると、いじめられてる柴崎くんを想像するんですけども、すべてはね、多角的に見なくてはいけないんじゃないかなと思うんですよ。柴崎くんがなんでね、こういうふうに弁当買ってこいとかね、ジュース持ってこいとか言われてるかっていうと、柴崎くんがね、間違ってね、自分の持ってきたお弁当をぶちまけちゃったんで、もう食べられなくなっちゃったんですよ。だからその姿を見て、3人のクラスメートは500円ずつ出し合って、 お前弁当の代わりにさ、これで購買部行ってなんか買ってくればいいじゃんっていう風に言ってくれてるんですよね。金ないんだろこれでやるから買ってこいよ。みたいな感じで、柴崎くんは感動の涙を流しているっていうところだったんですよね。で、柴崎くんはさらに続けます。僕たち特別仲良くもないのにどうしてなんだよって聞くんですよね。そしたら、バカだなお前、みんなで助け合おうって学級目標で決めただろう っていううに言わわけなんですよね <laughs> うわあ真面目すぎますねうんだからこんな現実ってのはなかなかないと思いますけどもなんでこの話題を出したかっていうとね実はここにあるわけですよ前提金持ち喧嘩せずっていうことが例にとって書かれてるんですよ金持ち喧嘩せずっていうのはどういうことかっていうと余裕がある人は他人に危害を加えないってことなんですよねなんで他人に危害を加えちゃうとそこをつつかれてね 例えば裁判とか起こされて、めんどくさいことになるから、なんですよね。だから、仮に危害を加えてしまった時でも、謝罪する余裕がある。賠償する余裕があるんですよ。示談で済ませる余裕があるんですよ。でも余裕がないとね、争ってしまって、喧嘩を長引かせるんですよね。で、トータルでさらに損をするんで、もっともっと状況が悪くなるっていうことなんですよね。 ま、いろいろとね、あの、物事ってのは見方によって捉え方が変わってくるものですから、短絡的に捉えずに全体像を見て解釈していくようにした方がいいかなと思いまして、今回の漫画を採用させてもらいました。